ラッシュリフト TV。 ハローハロー、 Thank you for coming ラッシュリフト TV ということで、本日も始まりましたラッシュリフト TV の村山です。今日はなんとこの雰囲気を見ていただくと分かるようにですね、うちのもつ鍋屋さんにいます。でなんでこんなとこにいるかと言いますと、なんとですね、2024年 EWC で総合優勝された渡辺美里さんに今日は、お話を伺えるということになりましたので、お呼びしたいと思います。美里さん、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日本当に来ていただいてありがとうございます。今日あの時のやっぱ素晴らしいこの熱い気持ちとかいろいろちょっとお伺いしたくてお呼びしたんですけど、はい、まあ、まずちょっとその EWC 自体を知らない方もいるかもしれないので、ちょっと一度渡辺さんのご紹介から、はい、させていただいてもよろしいですか。はい、こんにちは、神奈川県でグローパルムという美容院を、経営しております。で今現在、ラシプラスというメーカーさんの認定講師をさせていただいている、渡辺美里です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、本当にもう感動のシーンを私は目の前で授賞式拝見させていただいて、本当にもう私もEWC は何回か最初の方から審査員で携わらせていただいたんですけど、やっぱり年々とこうやっぱりレベルも上がってくるし、結構やっぱり熱い戦いだなっていうのがやっぱりすごく感じていたんですけど、まあ率直にまず受賞されてたお気持ちをお伺いしてよろしいですか。今回で3回目の、挑戦だったので、正直自分の名前を呼ばれるっていうふうに思っていなかったので、もう驚きとみたいな、はい、だから名前呼ばれた瞬間もう鳥肌というか震えというかすごいそうね、興奮したのを覚えてます。はい、そうですよね。なんかなかなか呼ばれても出てね、来なかったので、その時どうされてたのかなってちょっと思ってたんですけど、やっぱこう緊張でですか。もう元々やっぱり3部門決勝に進んだんですけど、3部門の、個々の成績としてはやっぱりちょっと自分の中でこう納得のいかない成績だったっていうところが大きくて、自分の名前がまさか総合で呼ばれるっていうふうに思ってなかったので、はい、もう結構後ろの方でもうなんか、また今年も優勝できなかったみたいなモードに入っちゃいました。いやでもすごいですね。なんかこう優勝もできないかもってこうなんていうんですかね、思って後ろに下がってるそのところから前に出てくるような結果にこうやっぱ結びつくって、やっぱりずっとこう回を重ねてきて頑張られてきた結果なのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこう3回目のチャレンジっていうところで言うと、やっぱり1回目からこう何か変わった努力っていうのを特段今年はされたんですか。努力、なんか特にこうあれしたっていうことはないんですけど、やっぱりでも普段のなんだろう、サロンの営業の中でそのお客様のデザインとかそういったのも、ちょっとこう本音寄りな感じでお願いしたりとかっていうのがもちろん見合わせで提案していただいてますけど、はい、少しこうなんだろう、本音でもっていうデザインをちょっと意識してやらせていただいてた機会が多かったかなと思います。なるほど。じゃあやっぱり日々のもうサロンワークからコンペをずっと意識されて立てらっしゃったってことですね。その3部門こう最終に残ったってことだったんですけど、はい、何の部門で残られたんですか。シングルとボリュームラッシュとあとアイゾンムービーですね。はい、なるほど。じゃあこうやっぱりエクステに特化したところでやっぱり挑戦されていたっていうところなんですかね。基本的にはコンテストに挑むときは全部のカテゴリーに出るっていうのがちょっとしたポリシーみたいなところがあって、すごい。そう、エントリーはもう全種目出
してあります。すごい。それをこう満遍なく練習するっていうのはなかなかこう大変なんじゃないですか。どうでしょう。そうですね。あのサロンの中にそのアイゾーンっていうので眉毛の方はサロンのメニューにはないんですね。なのであのメニューとしてはやってないんだけど、お客様のこう夏ゲークセットワーキングをさせていただいた後にちょっと眉毛いじらせていただいてもいいですかっていうことで、メニューにないメニューを練習するっていうのが、まあ、なんかちょっとあれだったかなと。いや、それはなかなか大変ですね。普段やっぱりメニューに入ってないってことはコンペ用にも合わせて練習をされたっていうことですね。すごいですね。でもお客様もそれ心よく受け入れてくださってやらせてくださるっていう、はい、もうむしろ全部使ってみたいな感じで皆さんもいくらでも練習台になるから聞いてくれて、すごいですね。日々のサロンワークからやっぱりお客様との信頼もそうやって熱いからこそですよね。やっぱりそれもそうですね、まあ、1対1でやっぱりあのサロンを運営しているのでお客様との距離感っていうのはちょっとやっぱ近いかなとは思います。で先ほどのお話であったそのやっぱりこう納得のいく仕上がりでは、まあ、どこの部分もなかったのにっておっしゃってたと思うんですけど、それはなんかどんなところにあったんでしょうかね。そうですね、やっぱりその仕上がりを見た時にモデルさん頼んでたモデルさんがなんか忘れてたみたいで、そのモデルをやらなきゃいけないってなんかまつげパーマをかけてしまっていたんですよ。でそれを、自分でセルフパーマで直してしまってまつげの状態があまり良くなかったんです。でもなんかね、せっかくやっぱお願いしたからやっぱそのモデルさんで行きたくって、でもやっぱり当日こう揃わない層とかでいろいろ苦戦はしたんですけど、もうちょっとこうできたんじゃないかなっていう自分の中の、はい、はありました。なるほど。そのトラブルをこう抱えながら優勝するってすごいですね。その各種目の点数みたいなものは後でこう拝見されたんですか。点数は多分皆さん知らないんじゃないかな。知らないんですね。じゃあ自分的に納得がいってなかったってだけで、はい、特段点数がすごく低かったとかっていうのを見てたわけではないってことですね。はい、でもそれはもうあれじゃないですか、こうご自身のもう意識レベルの高さなのかなって私は思うんですけど、やっぱりそういうなんでしょう、周りにすごい上手い方とかがいてこう緊張されたりだとか、あんなにうまかったら私の方がダメだみたいな、そういうなんかのあったんですか。いや、そういうことは特になかったんですけど、ただやっぱりあの今回の EWC いつもと違うところが、私も講師業の方をさせていただくようになったので、自分が教えた生徒さんの選手として出てくるというところがやっぱりちょっとあのいいとこ見せたいっていう気持ちもあるし、負けたくないっていう気持ちももちろん強かったですし、そう、なんかそういうところでやっぱ普段と違った緊張感を持っていたかもしれないです。なるほど。いやでもその生徒さんたちも普段講師されていて生徒さんがいらっしゃって同じ大会に出るみたいなので相当勇気いるんじゃないですか、やっぱりこう。そうですね、うん、だから総合優勝してなかったって考えるとちょっと怖いものがありました。はい、なるほど。そうですよね、誰か生徒さんが、まあ、でも生徒さんが受賞されるのとか嬉しいけど、そうですね、やっぱり悔しいみたいなのがありますもんね。なるほどね。やっぱりその順位的な部分で、まあ、ちょっと不甲斐ない思いも、まあ、あったので、うん、でも最後の最後にちょっとメンツ保ってたかなっていうところが、はい、落としたかなと思います。いやすごいです。やっぱ総合優勝ってなかなかこうできるものじゃないと思うし、やっぱりこう均等にいろんなものがいろんなメニューがこうできるっていうのが本当にあの証明されたようなところなのかなっていうふうに思うんですね。やっぱりその3回目のチャレンジにして手にした優勝はいかがですか。正直に嬉しかったです。でもいや本当そうですよね。そりゃそうだ。じゃあちょっとここで実はちょっとしんちゃんお願いします。みさとさんにちょっとしたプレゼントを用意しておりましてちょっとお出ししていきたいと思います。あ、
おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。ということでケーキをご用意させていただきました。ではでは本当にすごい、ちょっとささやかですが、よかったら皆さんの前でフルをおめでとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。でも本当にあのコンペってなんか皆さんの話聞くと結構なんか私なんか出てもいいのかなとか、結構こう思われて自分に自信がないっていうところで、なんかやっぱり出場をあの断念される方も結構やっぱり多いみたいだったので、どうですか、1回目にチャレンジした時っていうのはどういう感じの心境でこうチャレンジしようっていう風に始まったんですか？1回目のチャレンジの時は私自身コンテストがちょっと2回目とかだったんですよ、はい、で、あの時は EWC ちょっとコロナ禍だったので Zoom で開催されたんですよね、はい、そう。でもそういう、こう人から見られた状態であのコンテストに出るっていうのが初めての、コンテストだったんですけど、なんだろう、自分がそもそも決勝に進むとまでも思ってなくて、本当にその自分の実力、今どんなところにやっぱあるのかなっていうところを知りたいっていうところからやっぱ参加をしているので、まさかそんな、ね、2部門も進んでっていうところで、うん、で、ね、準優勝で、そう、あ、そうですね、はい、1回目も2回目も準優勝をされてるんですもんね。そうですね、はい、いやそれもすごいな、やっぱり2部門進んで、あ、2部門でも、はい、あのその総合優勝とかそういうカテゴリーに、はい、で見てもらえるっていう感じなんですか？その時は当時 EWC3 部門しかカテゴリーがなかったんですね。あ、なるほど。で、はい、その3部門とも10位以内には残ってたんですよ。え、すごい。で、最終的に3位決定戦みたいな感じで、当時シングルとボリュームラッシュが進んで、そうどちらとも2位でっていう形で、へー、はい、準優勝、まあ、実質準優勝かなっていう、なるほどなるほど、はい、すごい。でやっぱりその悔しさとかからやっぱり優勝を目指されるようになったっていう感じなんですか？はい、そうですね、まあ、でもその時は確かに悔しい気持ちもあったんですけど、まあ、逆に言えば私自身がそのコンテストっていうのに本当出たての頃だったんで、はい、私こんないけるんだっていう方があの強かったかもしれないです。それならどんどんやっぱりあの挑戦していこうかなっていう気持ちが強かったです。でもやっぱ最初からその自信はなかったってことですね。やってみたら意外に、お、いけるぞみたいな、おってなってしまって、はい、なるほどなるほど。いやすごいです、やっぱだから皆さんぜひなんか今年迷われて断念された方とかがいるのであれば、やっぱりね、チャレンジしてほしい、ね、とこですよね、はい、チャレンジされてこう大きく変わったところで、うん、ご自身で何か思うところありますか？コンテストに出る前とかはもう全然本当一人サロンで、もう静かに一人とやっていただけだったので、もちろんアイリスト その業界の方々とかと知り合うきっかけも何もなかったっていうところで、やっぱコンテストに出るにつれて私の名前をこう覚えてくださる方も増えたっていうところと、はい、やっぱつながりがこう広がったっていうので、すごく楽しくアイリストできてるなっていうところですかね。いや、それ大事ですよね。なんかやっぱり日頃、まあ、アイラッシュサロンってお一人でやられているサロンさんも結構多いと思うので、そうですね、やっぱり何かのきっかけがないと他のサロンさんの方たちととかアイリストさんと出会わないですもんね、はい、でそれをコンペを通してっていうとライバルでもあるけれども、そうですね、環境はでもすごく変わりました。でもそれってコンテストに出てなかったら今の環境ってないって思ってて、それこそその講師業とかっていうのも、はい、やっぱりコンテストでこう賞を取ることによって、うん、なんかこう、ね、自信が自分にもついてきたっていうところで、そうちょっと考えられないですね。だからすごいコンテスト出てきてよかったなって今は思ってます。すごい、やっぱそうですよね、コンテストに出てやっぱり受賞されるっていうところがあるとやっぱり自信がついて次のステップに進めるみたいな、まあ、そういうことですよね。
やっぱりそういうなんか後押しみたいなのがないと、なかなかあれですよね、普段サロンワークしてたら講師やりたいなって思ってても、ちょっとこう進めないでいるっていう方もねきっといるでしょうし、なんか受賞とかそういう形がないのに講師やっても平気なのかなっていう思いとかもきっとなられる方いらっしゃるかなと思うので、なんか私のスタートはやっぱりそういう、なんかもう例えば講師業やりたいとかっていうのはあったけど、でも何の実力もない私がとか実績のない私がっていう気持ちはもともとやっぱ最初あった状態だったので、はい、今は逆に生徒さんとかにはなんか私なんてとかっていう方とかは、いやいやもうやってからでいいんですよ、実力つけていくのはっていうふうにちょっと声かけさせてもらって、コンテストもどんどんもう挑戦しましょうっていう形で背中をさせてもらえる立場になってきたかなとは思っ